かなりピンチですよ、さあそんな中服部が行く、服部が仕掛けていきました。まずはまさみのアート、まさみのマシーン、これはコースアウトからタイヤバリアに正面からノーズから突っ込んでいった。大丈夫か、これは服部のパスの瞬間、まさみのマシーンがコースアウト、アウトから行ったんですけどもね、2台が何台かのマシーンがそうなりますと、はい、このアウトになったということになりますが、服部と右側にマサミですよね、はいはい、アウトから服部が抜こうとするんですが、はい、ここで接触ですよね、服部行きました。そしてこの後パーツがちょっと飛ぶんですね、そして今右にピア、高木ですよね、はいはいはい、服部ですね、服部のマシーン、はい、あ、服部のマシーンもコントロールを失って、あ、この風が飛んできた、うわ、道塞いだ。虎之助がさあどうなるのか、オンボードの行方はどうなんだ、服部もそして高木もですよね、これで高木、虎之助もレースを終わってしまったということになった。あ、しかし今ようやく初めて虎之助マシンを降りた、その映像が飛び込んでまいりましたけれども、福兵影山雅美と服部の接触が引き金となったマルチクラッシュ、その時虎之助のレースは終わりを告げ、勝利もチャンピオン獲得のチャンスも一瞬にして消えてしまった。これがレースというドラマなのか、中島監督の表情が曇る。一瞬にしてトップ5台が消えた。だが虎之助にはまだこの現実をすぐには受け入れることができなかった。思わずまだ収まらぬ闘志がほとばしる。